はい、今回は初の料理企画チチズキッチンチチズキッチンをやっていきたいと思います。はい、今回作る料理は、料理できないんですけど、チャーハン。チャーハン、はい、はい、そしてこの本格的なフライパンはばあちゃんの、家からもらってきました。はい、ということで本格的なチャーハンを本格的わかんないチャーハンを作ってみたいと思います。はい、で今日使う一応具材は、はい、ハムとネギ、これもうなんか残ってました冷蔵庫に。はい、と、卵はちょっと贅沢に2つ。ご飯はちょっと1人前以上多分あるんで、1.5 人前くらいあるかもしれない。まあ、チャーハンを作ってみたいと思います。はい、頑張れ。料理苦手なんで多めに見てくださいね。まず最初のポイントは何ですか？ポイントはね、別にないけども、ご飯は一応もう冷や飯をうわーっとね、これ使うんですけど、まずね、ご飯の方にね、ちょっともう僕先にね、このオリーブオイル、メーカー見せないから。おー、もこみち流。これもね、ちょっともうおー、高いおい、ちょっとこういう感じでご飯の方にちょっと先にね、かけとくんですね。プラス、はい、お皿へ。はい、で、畳みます。中央で中央で、お前らご飯を軽く混ぜたいけど混ざりません多すぎる気持ちね。ちょっとこれで手を空いてる時間に夜の1回現象ビールうまいっす。はい、ご飯と卵混ぜるパターンもあるんですけど、違うことか、先に卵いきます。卵ね、すぐもう一度持ち上げたら弱火で、おいい音ですね。現状の君には食べれないよ。パラパラ。この卵のポイントとかは何かあったりするの？卵のポイントは、まあ、半熟でとりあえずここは終わらせます。半熟。で一回これぐらいで一回、はい、じゃ戻します。戻す。それがポイントですか？ちょっとね、料理下手なんでスムーズにいかないから卵が固まっちゃうんで、一回卵が休んでもらいます。初心者用ですね。休んでもらいますか？休憩。はい、そうです。はい、で、玉ねぎいきます。玉ねぎきた、いきましょう。ここのポイントは、ここは全くない焼くだけ。軽くね、こんなのもう生でも食えるんで、これはね、はい、でも、これをやった時にちょっと焼けたなと思ったら、まあ、背中で確認よく焼けました。うまい。それは予想外でした。はい、行きます。ここで、はい、ご飯投入。オリーブオイルのご飯を、うまい。これね、本当はね、もうちょっとちゃんと混ぜたら、こういう残ったご飯粒もきれいに、これで洗うときも、なくて。おー、洗うとこまで。はい。
からは、こっからは本番。ご飯をそっちゃって。はい、して、いきます。まずね、これ塩コショウの同じやつ使わないですね。味塩。はい。からの、コショウ。で、中華味、この間使ってた残りがあったんで、鶏肉を絶対俺だ。あんまり1人前で使わないから、いつも5人前とかやってるから。そして、こちら鶏ガラ、鶏パイタン。鶏パイタン。結構コンソメ使ったり、今でも鶏パイタンですけど。お疲れですか。はい。はい、そこの時に、はい、卵を。来ました。休憩してた卵を。はい。いいね。いい感じになってきましたね。チャーハン用の皿。チャーハン用の皿。はい。はい、はい、これじゃないですよ。はい、どうぞ。違う皿の方がいいよ。味見きた。すでに来た。何出る。来るぞ。醤油少々。今日はちょっとこれも伝説の最近とハマってる。シリガーリック味シーズニングパウダー、ね、これすぐ入れるんですよ、何でも好きなやつ、何でもね、入れてくるんですよ。ちょっとピリ辛ニンニク効いて、あとは弱火で、おぉ最後でやらかす、最後でやらかす。もったいないので、それも食べる試食ですね。この音がずっと後で飲みます。はいはいはい、出ました。あ、最後いい色してますね。はい、はい、どうぞ。ここに感じるのかな。はい、これね、味がどうなのか、まあ、結局は味なんで、ね、はい、これで完成。これ何だろう、結構あるな、2人前ぐらいあるかな、2人前で。いい色してますね、結構。はい、自分的には何点ですか。食べてない。そうだ、まず濃いな。亀田四郎風に行きましょう。あ、
熱々。熱々。うん。さあ、何出る？最後！最後！最後出ました。はい、こんな感じで。はい。ちょっとしたら、かなたの感想も。かなたの感想もいきましょう。はぁ。どう？うめっ！よし！うまい！くるみの感想も。くるみ食べるよ。かっこいい。ちょっと下落ちさないで。はい。大丈夫、顔だけ映してるから。くるみのこと、くるみのこと。うまい。うまい。濃くない？しょっぱくない？大丈夫。ちょっと濃い。じゃあちょびっとだけ。減量中なんでね。うん。いい感じ。最後。最後。はい。ということで、結構チャーハン担当なんでね。はい。また上を目指して頑張りたいと思います。はい。はい、それでは誰目指してますか？また。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。